僕のことかい？はい。お帰りのご予定は？ついでにお送りいたしましょうか。そんな面倒をかけるだろう。それに君はもう僕の部下じゃなくなったわけだし。いえ、外で友達と偶然会ったら共に家に帰らないかと誘うのは普通のことではないでしょうか。ここはほとんど参道だし、暗くなったら余計分かりづらくなっちゃうでしょ。そうそう、まるで怪奇小説に書いてあるみたいに。廃れた参道迷路のよう、ポツンとある子や人おらず、門前立つは赤ろうそく、風がないのに揺らいでる。親愛なる淑女レディ友よ、ぜひこの僕も一緒に連れてってくれ。もちろんです。プププフリーナってば本当面白い子だね。そういえばさっきの話だと、クロリンデって昔フリーナの部下だったんだ。